久々の休暇。本来でしたら修行に励むところですけれど、今日はこの書庫に保管されているクリエメイトの創作物を閲覧しなければ。特に先日の神殿主催の同人誌即売会で販売されていたものは隅から隅まで読破しますわ。漫画に絵画、デッサン集、クリエメイトの創作活動は多方面にわたりますね。絵柄も様々でとても興味深いですわ。さすがに同人誌即売会の別館で扱っていた大人向けジャンルの本は神聖な神殿内には置かれていませんわね。当然ですわ。アルシーブ様のあのようなお姿、他の七賢者や神官に見られては一大事に。日本史拝見。これはアルシーブ様ですが、え、男、そしてソラ様も男、そして二人が、え、ドキドキ、そんなこと、あの時の衝撃は忘れられませんわ。アルシーブ様が他者に組み敷かれて、あのような高骨なお顔に。いけない、思い出してつい熱くなってしまいましたわ。アルシーブ様は高貴で完璧なお方。クリエメイトが創作した物語の中のアルシーブ様とはかけ離れていますわ。アルシーブ様がどれほど偉大で魅力的なお方なのか、それを多くの人に知ってもらうために私も漫画を描いてみたいのだけど、絵を描くというのは想像以上に難しいのですね。以前シュガーに絵の描き方を聞いて実践してはいるけれど、納得できる絵は描けず、こんな調子ではアルシーブ様の勇姿を表現することなどできませんわ。とにかくこの本の中から参考になりそうなものは、ん？これは小説かしら。著者は立花彩。同人誌即売会の名簿では見かけなかった名前ですわね。一応参考に見てみましょう。これは。かけなくかけな、高評価、チャンネル登録、ベルマーク数記、よろしくお願いします。今日も気をつけて、いってらっしゃい。